日本がイギリス及びイタリアと共同開発を進めている、次期戦闘機開発計画グローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラム GCAP-GCAP については、先月イギリスで開催されたファーンボロー航空ショーに実物大のコンセプトモデルが公開されるなど、ここまでは順調に推移していると見られていたね。しかしながら、ここに来てイギリスで政権交代が起こるなどして、GCAP を取り巻く環境に変化が生じており、その進捗だけでなく計画そのものの存続について様々な憶測が飛び交っているらしい。今回はそんな非英参加国で共同開発を進めている次期戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イギリスでは2024年7月に下院議会定数650議席の総選挙が実施され、その結果として野党の労働党が412議席を獲得して、それまでより211議席も増やし、政権与党だった保守党は251議席を減らしてわずか221議席に落ち込むという歴史的な大敗を喫したよ。2022年10月に任命されたばかりの保守党のリシ・スナク首相は、2年に満たず政権を手放すこととなり、代わりに労働党政権が樹立されることとなり、党首のサーキア・ロドニー・スターマー氏が首相となって、スターマー政権が発足して14年ぶりの労働党政権が誕生したんだ。スターマー新首相はこれまで、日英イ3カ国による次期戦闘機の共同開発計画 GCAP について、非常に重要との認識を示しているものの、タイムズ紙などのイギリスメディアが報じたところによると、スターマー政権は来年前半に防衛計画の見直しの結果を公表する予定としていて、国防省のルーク・ポラード閣外相が7月18日にロンドンで開催された軍事関連イベントにおいて、国防政策の見直しで何が起きるかについて現時点で予断するのは適切でないと述べたことが GCAP の見直しを示唆しているのではないかとして波紋が広がったね。ザ・タイムズはさらに関係者の話として、ある財務省高官が次期戦闘機の共同開発か、米英豪による安全保障の枠組みを犯すにおける、オーストラリア海軍の原子力潜水艦開発に協力するか、いずれか一方に絞るべきだと述べていることを伝えた上で、イギリス国防省が GCAP の共同開発にかかる最終的な開発費見積もりを明示できないために、財務省が計画の推進に懸念を示していることがその波紋の根源であるとしているな。しかしその一方で、もし GCAP 計画をイギリスが一方的に打ち切るような事態になった場合、日本との関係をこの先50年から100年にわたって破壊することになるとして、近年良好である日本との関係性の悪化を懸念する防衛アナリストのコメントも伝えていて、スターマー政権がどのような国防方針を示すかが注目されている中、同政権が7月16日に国防方針の見直しを発表したぜ。それによれば、スターマー政権では保守党政権時代に定められた国防方針をそのまま踏襲するつもりはなく、国防費を対 GDP 国内総生産比で 2.5% にまで引き上げることや、引き続きウクライナを支援することなどが確認されたが、GCAP を含めた個別の案件については言及されず、その方針は未だに不明らしい。EU 離脱を決定した保守党よりも労働党は EU 寄りとされていることから、経済の低迷によって限られているイギリス国防予算の振り分けについて、時間的に余裕があり緊急性においては優先度が低い GCAP への支出を抑える可能性があるとの見方があり、さらには今年実施されるアメリカ大統領選においてウクライナ支援よりもアメリカ経済を重視するトランプ大統領が返り咲いた場合、ウクライナ支援は欧州各国が中心となって実施しなければならなくなる可能性が高く、EU よりの労働党スターマー政権がウクライナ支援をより明確にする可能性が高いとみられ、GCAP に注ぎ込む予定の予算をウクライナ支援に充てることは十分に考えられると見る向きもあるよ。イギリスのシンクタンクである国際戦略研究所 IISS では、現在のイギリスと日本の関係は非常に良好であり、1902年に結ばれた日英同盟以来の親密な関係であると思われるとした上で、イギリスが欧州連合 EU を離脱する前の日本とのつながりは経済が中心だったが、
EU 離脱後はより軍事戦略的につながりに推移しつつあって、安全保障にも焦点が当たるようになったとして、第二次安倍政権以降、日本政府がインド太平洋地域への関心を国際的に広げる努力をした結果だと評価したんだ。そしてさらに、労働党はこれまで伝統的に防衛政策に弱く関心が低いとされてきたが、それはソ連が健在だった1980年代の東西冷戦時代に反核や軍縮を推進したことに起因しているとして、労働党はこうした防衛に弱いとする評価を覆すため、アメリカやオーストラリアとのオーカスを支持する姿勢を明らかにするなどして、既存の取り組みを維持するとの方針を取ると思われると述べていて、このこともイギリスが GCAP を離脱する可能性が高いとする根拠の一つなんだ。イギリス労働党は、かつては親中国をあからさまに前面に出して、中国との蜜月時代を築いていたことがあるが、近年の中国による力による現状変更については容認できないとの立場を示しているため、中国との蜜月関係が復活することはまずないと見られており、アメリカをはじめとする西側諸国と歩調を合わせるため中国には厳しい姿勢を取らざるを得ないだろうとの見方が出ているぜ。そのため日本のメディアや軍事専門家の見方としては、スターマー政権がインド太平洋地域に影響力を示す必要があることを指摘した上で、オーカスだけでなく日本との GCAP を含む防衛関連の共同プロジェクトをこのまま継続して、日本との関係を希薄なものにしないであろうとの声が高まっているとされ、日本政府はこの先スターマー政権に対して、インド太平洋地域から中国の影響を希薄にすることの重要性をアピールし続ける必要があるとする声が高まっていたな。これらのことを受けて、林芳正官房長官は7月22日の記者会見において、11日に実施された岸田文雄首相とスターマー氏との初会談では次期戦闘機の共同開発へ協力する方針で一致したとして、引き続き、日英3カ国間において緊密に連携し、GCAP 共同開発を着実に推進すると述べたよ。その他に木原稔防衛相が22日にイギリスに向けて出発し、次期戦闘機の共同開発を成功させる重要性をスターマー政権に対して改めて訴えるとしていて、イギリスの GCAP 離脱を阻止する構えを見せているね。そのような状況下で開催されたファーンボロー国際航空ショーに姿を現したスターマー首相は、GCAP を主管する BAE システムズが出品した GCAP のコンセプトモデルの展示がなされたことについて、この GCAP で我々は大きな進歩を遂げていると述べて開発の重要性を強調したことが報じられ、新政権においても GCAP が継続される可能性は高いとの見方が広がっているんだ。また、BAE システムズが展示した実物大のコンセプトモデルが話題を呼んでいるぜ。展示された GCAP コンセプトモデルは、これまで三菱重工業が発表していた次期戦闘機や、BAE システムズのテンペストとして発表していたコンセプトモデルと比べ、主翼が三角形のデルタ翼となって幅が広くなっているなど進化したデザインとなったな。このデザイン変更について軍事関連メディアや軍事専門家から、GCAP では将来においては戦闘機同士による近接空中戦ドッグファイトは発生しなくなる可能性が高いとして、空中戦で重視される機体の機動性能よりも、翼を広くすることで内部燃料タンクを大型化して搭載燃料量を増加させ、航続距離を稼ぐ方針に転換されたのではないかとの見方が出ているらしい。また、空気抵抗をより低減するデザインとなり、主翼が大きくなることで揚力が増すことによってミサイルなどのペイロードを増強させる狙いがあるのではないかとの見方もあるね。いずれにせよ GCAP についてはイギリスの防衛産業がすでに動き出しているだけでなく、その管理を目的とする国際機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 GIGO を設立するための GCAP の設立に関する条約が締結され、3カ国の企業による共同開発が動き出しており、イギリスが一方的に離脱することは西側諸国におけるイギリスへの信用低下につながることから、離脱の可能性は限りなく低いとの見方が広がっているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。